マリア・マーリア・ホン・ブランデンブルクは、ドイツのブランデンブルク・シュベート・辺境博科の公女。ブランデンブルク選定校、フリードリヒ・ビルヘルムと、その2番目の妻で、シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダー・ブルク・グリックスブルク校、フィリップの娘であるドロテア・ゾフィーの間の長女として、生まれた。マリア・マーリアとその同母の兄弟姉妹は、系譜上において、母、ドロテアの創設した。 ブランデンブルクシュベート編境白化に属し、イボアニのプロイセン王フリードリヒ一世とは系統を異にするとみなされている。1687年8月20日に、ポツダムでメクレンブルクギュストローコーグスタフアドルフの四次講師カールと結婚したが、翌1688年に夫妻の間に生まれた子供は誕生直後に亡くなり、カールもその後間もなく死去した。 1689年6月25日にポツダムにおいてザクセンツアイツ公モーリッツビルヘルムと再婚し21年の結婚生活の間に5人の子女を設けたが生育したのは娘一人だけだった。夫の死後は家父財産として与えられた旧ヘンレベルク伯領の白い人間で暮らし1739年に亡くなると 娘婿子のヘッセンカッセル紅白ビルヘルム発生の計らいにより、カッセルのザンクマルティン協会に葬られた。二番目の夫、モーリッツ・ビルヘルムとの間に五人の子女を設けた。ありがとうございます。